こんにちは。フラクタル心理カウンセラーのようこです。この動画では潜在意識のコントロールの仕方をお教えしています。この動画は続きものですので、初めての方は第1回目から見ることをお勧めします。再生リストの潜在意識コントロール教室をクリックしてください。お急ぎの方は最初の4本の基本講座をご覧くださいね。前回はアファメーションをお教えしましたね。これは意識をフォーカスする方法です。潜在意識は過去の意識でしたね。現在のあなたは現在意識です。その現在のあなたが何かにフォーカスし続けると、それはそのうち過去になっていきますから、過去の意識である潜在意識にもだんだんと流れていくというわけです。特に若い人にはとても良い意識の集中法ですので、ぜひやってみてくださいね。アファメーションの言葉は、自分がフォーカスしたいものについて自分で考えて決めます。第14回では、仕事の価値がまだわからない人のためのアファメーションとして、仕事はとても面白い、私は仕事で成果を出す、というような言葉を紹介しましたね。これを唱えていると、だんだんと本当に仕事が面白くなってきて、そして小さな成功体験ができるでしょう。今日はそこからどうするかという話をしましょう。ということで、今日のテーマは成功体験を潜在意識に埋め込む方法です。もしあなたがまだ仕事の経験が浅く、成功体験がなくても、小さな成功体験はもうあるかもしれません。仕事でお客様に喜ばれ、それが上司に評価された時はとても嬉しいですよね。それから自分が何か重要なことに気づいて、会社の損失を防いだという体験があるかもしれません。そんな時はちょっと誇らしいですよね。ところで、前の動画で過去の辛い体験を癒すというのがありましたね。潜在意識は時間が過去で止まっているために、過去に感じた感情は繰り返し思い出され、それが現在に影響するという仕組みをお話ししました。このシステムを今度は成功のために使うのです。つまり、ちょっと嬉しかった、ちょっと誇らしかったという小さな体験を集めて、その時の気分を繰り返し味わうのです。すると、仕事は面白い、仕事で成果を出したいと感じることができるので、その意識がだんだんと増えていきます。もし仕事ではまだ全然そんな体験がないという人は、学生の頃を思い出してみましょう。運動部で試合に勝って、みんなと一緒に喜んだとか、頑張って試験勉強して良い成績を取ったとか、そういう成功体験でもいいので、いろいろといくつか思い出して、その時の喜びを味わってみましょう。こうして何かに挑戦して成果を上げた時の誇らしい感情を繰り返して思い出すことによって、潜在意識は何かに挑戦すればとても誇らしくなるということを覚えるのです。すると、それが現在の職場に持ち込まれて、仕事でも似た体験ができるようになります。つまり、これから体験したいことと似た出来事を過去に探して、それを思い出すことでまた未来が作られるのです。似た体験が繰り返される仕組みをフラクタル構造と言います。相似形っていう意味ですよ。フラクタル心理学のフラクタルとは、この相似形を利用して潜在意識をコントロールすることで名付けられています。これからもフラクタル構造を利用して潜在意識を変えていきましょうね。